さあお待たせしました、新型の乗用モア、あの RMK シリーズですね、オフセットラビットモアの新型が出ましたよ。今日は早速説明してみたいと思います。何が変わったのか。はい、その前にまずそのオフセットする様子。お、早くもなんか動いてますよ。ガシャン。お、これはどうなるんだ。進んでいく。あ、ここに幹がある、幹があるぞ。よーん。おお。おっと、これ狭い、どういうとかよくわからない。こういう時はどうする。あ、怖い。一旦逃げときましょう。はい。あ、これもどうしよう、どうしようと。あ、ここなんか当たれば、はい、逃げました。はい、はい、こういうなんかと ここも、あ、一旦足で逃げときましょう。はい、あ、これもどうしよう、足で逃げときましょう。はい、見ましたか、あの RMK1600 はコンプレッサーのシリンダーで伸縮をしてたんですけど、このモデルはなんと単純なバネでやってるんですね。ここで仕組みでやってます。この足と連動して動いてます。かなりじゃ低いという展開でここは走ってきましたって言って、このタイヤみたいなところに当たるとギョーンとおよよよん、こうなるんですね。でバックする、これどうしようって言った時、これ一回締めてバック上げる。はい、またしく、はい、こう、はい、足でも自動でもできる。そしてシンプルに機械式、仕組み式になったってことです。はい、すごい RMK150 って言うんですね。変わったとこもう一箇所。お待たせしました、男は川崎、川崎エンジン、あの ARM981 と同じエンジンを搭載させていただいております。 FS651V ね、730cc クラスの大型のエンジンです。はい、非常にシンプルな作りですね。見てくださいね、ベルト1本、そしてここに2本3本。まあこの形に関しては今前の RMK1600 の良さをそのまま引き継いでおります。はい、はい、ここもう一度見てみましょうね。どういう仕組みでなってるんでしょう。ここの足のリンクがここに来て、ここでほらほらほら、これだったらいいよね、壊れないよね。うん、さらにこれを固定して、固定してしまって、このままサイドのままで動かすことも可能です。さらに、はい、もう上げてこの部分だけ98センチ、120センチ、150センチとしてこう選択することができます。素晴らしいですね。ここの刃見てください。4枚刃ってことになりますね。ここの真ん中のところは真ん中残らないです。上下でこの草をカットしますので非常に細かくもなります。はいね、はい、今度はこっちから出てきたのがここで真ん中残らないと、ね、ここ石当たっても大丈夫と。はい、これタイヤかと思ったんですけどね、タイヤではなかったですね。そう、この後ですね、じゃあこれ、こんなワイドな機械をどうやってトラックに乗せるんだ、よくご質問を受けます。大丈夫です、実際軽トラックにぴったり乗るんですね。やってみましょう。
はい、非常に小回り効きますね。これ RM951 の車体を流用してるからじゃないですかね。非常にハンドルよく切れます。はい、ね、このレバーは手でやった方がゆっくりゆっくり上がった方がいいです。はいはいはい、こんな感じ。これちょっとギリギリ狙ってください。このぐらいです。はい、この辺でいいかな。はい、もうちょい行きましょう。これで駐車ブレーキをしてストップです。はい、これでこちらは多分閉まるはずです。はい、閉まりました。で、問題は左側。わお、ギリギリ OK です。はい、こんな形ですね。ちょっとここに布か段ボールか何かしらちょっとしてあげた方が車は傷つかないと思います。さあ、これで明日ちょっとバリッと下がってみたいと思います。楽しみにしていてください。ちなみにお値段は100万円切りましょうね。0120-413-883、よえみパパさんにお電話です。プレゼントもいっぱいついてますよ。 RMK150 期待していいと思います。花木家テレビショッピングでした。また見てくださいね。